はい、皆さんこんにちは、琉球タナハルです。本日はパワースポット巡りということで、アメリカはニューヨークまで来ています。ニューヨークは東京の山手線の内側の、面積しかないんですけれども、世界中から、たくさんのビジネス、そして、お金、それから商業が、集まっておりますね。溢れてる街です。こんな狭いところに世界中からのお金が集まってくるので、もちろん巨大なパワースポットということで、すごい力を持っている街なんですね。今日はね、そんな、ニューヨーク のそのマンハッタンの中でもさらにパワーのある、セントラルパークにやってまいりました。はい、カメラさん映しております。今皆さんの見ている映像のところに岩が見えますね。はい、実はですね、このマンハッタンはこの岩石からできているんですね。岩石はなんとね、コンクリートの硬さが2倍あるんですよ。その硬さの上に立っている町なんですね。コンクリートの2倍のある硬さのある岩石というのはものすごい、これもパワーストーンと言われております。そのパワーストーンの上に、ある町ですから、さらにエネルギーがあるんですね。後ろの方を見ていただいて分かりますように、キラキラ光っております。この光っている石が岩石です。ちょっと映していただいているでしょうか。はい、映像を見るだけでも皆さんパワーがきますよ。できればこのようにこう立っていただくというのが一番下からパワーをもらえるんですね。はい、いかがでしょうか皆さん。すごいですね。セントラルパークはですね、もともと沼地だったんですね。まあこの町がこれだけ発展してきた時に、もうたくさんのビル群が建つことは予測されていたので、前もってじゃあ真ん中の方に皆さんの憩いの公園を作ろうということで作ったのがセントラルパークなんですね。ですからちょっと周りは全てねビルなんです。ちょうどね、今見えてるのはセブンスアベニュー、7番街の今、街が見えてますね。で、もうちょっと右側の方に行きますと、皆さんが見て左側ですね、5番街ですね。有名なファッションのブランドの、通りがあります。そしてさらに後ろの方を、後ろを回ってみましょうか。はい、こちらの方はね、アップタウンになっておりますね。いわゆるお金持ちの方々が、たくさん住んでいらっしゃるところです。アッパーイーストですね。今皆さんが見えているところはアッパーイーストです。さあ、このようにですね、7番街、そして5番街、そしてアッパーイーストに囲まれた、場所、この場所がちょうどですね、大きなパワーがあると思います。ぜひ皆さん、ニューヨークにいらっしゃるときは、気軽に立ち寄ってください。このようにね、簡単にね入ってこれてですね、公園ですからね、普通にこういうふうに岩石もこうやって触ったり、この上に立ったりとかしてね、パワーをもらえることができます。ぜひ、ニューヨーク、今ちょっとまだね、今日はあの3月後半ですからまだ寒いんですけども、4月に入って5月くらいが一番いい季節だと思いますので、ぜひ皆さん、ニューヨーク遊びに来てみてください。